皆さん、こんにちは、大地です。今日はね、えー、スクールの19期の卒業生のおさむちゃんという人がね、クラスに遊びに来てくれて、で、まあ、そこでね、えー、まあ、なんかスクールに関する思い出話をいくつかしてくれたんですけれども、みんなの前でね。で、まあ、そのうちの一つがね、えー、まあ、あとあるタイミングでね、僕はね、おさむちゃんに、おさむちゃん絶対いいコーチになりますよって、 あのー、言ったったていう話でねまあ,あのおさむちゃん僕より年上なんだけどまあ一応ねスクールに来てくれた人で,で本当に熱心にやってたしなんかねやっぱ可能性感じたんですよねだからそういうふうに言ったことがあるでまあその時おさむちゃんはねいやありがとうございますとは言いながらもまあみんなに言ってるんだろうなとは思ってたけどまあそれからしばらくしてねクラスを手伝いに来た時に突然ね大、えー、ジさんがコーチングまあ僕がねコーチングやってる途中でねじゃあおさむちゃん来てって言ってね何かと思ったらじゃあここからおさむちゃんやりますって言ってああのみんなの前でコーチング 無茶りでやらされたこと,があるとでまあめちゃくちゃ上手だったとは思わないけどとにかく一生懸命やりましたとでそれが終わってからねあの、えー、クラスが終わる時の振り返りで、まあ、私が泣いたと修 <laughs> ちゃんのコーチングをね、えー、見て本当にあにコツコツね積み重ねてきて努力してきたなんか結果としてのコーチングを見せてもらったって言ってその私が泣いたと。で まあなんかその時にね、ああ本当に、ね、この何年にもわたって見守って応援してくれてたんだな、信じて見守ってくれてたんだなと思えて、で何かね、えー、もっとこう自分もね、だからやれるんじゃないかとかやってみようなんて、ね、思えたりとかねで、そういうのがあるからこう続けてこれたみたいな、まあ、話を、ねえー、してくれました、まあ、非常にありがたいことですね、そういうのを覚えててもらって言ってもらえる、ね、しかもそれが良かったと言ってもらえるっていうのはね。 でまあなんかそれをね聞いてた参加者の人たちからねでどうしたらそんな風に人を信じられるようになるんだろうかっていう質問を受けてで、ね、これはまあ難しいねあの僕自身も最初からなんかどんな人のことでも信じられて絶対大丈夫ってこう見守れるとかね応援できるっていう感じではもちろんなかったわけですよで自分にとってはねやっぱ2つあった1つはあのやっぱコーチが自分のことを信じてくれるぐちゃぐちゃ言っても でいや絶対大事大丈夫だよって言ってくれる。ね、やってみなよって見てるからやってみなよって言ってくれる。でうまくいこうがいく前がやってみてどうだったってもう蹴るならどうやってみるやってみようぜってで言ってくれるやっぱりコーチがいる。でそういうのの中でねいろんなトライしながら別に毎回うまくいったわけじゃないけどやっぱりいろいろトライしながら成長してくれた。その時にあ自分も大丈夫なんだと思えた。あとやっぱりクライアントだよね継続セッションで関わってるクライアントとかに。 ね、あのやっぱり自分も絶対大丈夫だって気持ちで関わりたいじゃないでそういう風にだから大丈夫だからやってみようとやりながら絶対に何か掴んでいくし成長していくし結果出るようになるからってやっぱり言ってこう見て応援してるって時にクライアントが思ったよりも変わってくるんだよねでそれ見た時にあ本当これ誰でもそうなんじゃないかなってだんだん思えるようになってくるでそういうことの積み重ねだからだからね結論としてはねまず今本当に 応援できるなと思う人、信じられるなと思う人でいいから一生懸命応援してみる、信じてみる、見守ってみる。で、そうすると、あ、本当なんだと思うから。で、そうやって少しずつ広がっていけばいいし、あと自分もね、応援してもらってもっとやれるんだ、変わっていけるんだっていうことを体験できるとね、相乗効果があるんじゃないかな、ということです。ぜひね、えー、そんな感じでお互いに応援し合っていけたらいいなと思います。それではまた、バイバイ。